りましたかね。あ、もう映った。やっぱちょっとタイムラグがこっちはあるんですね。ありますね。こんばんは、工藤雄二郎です。聞こえているのかしら。いるのかしら。あ、これのねボリュームを下げよう。ここにある。あ、ゼロでいいですね。うん、ゼロでいい。そこは音出ない方がいい。あ、今のも全部見えてましたね。バレてた。はい。よろしくお願いします。こんばんは。こんばんは。工藤雄二郎です。ライブ配信人工お休みボリューム。ナインなんですね。人工衛星お休みね。あ、今なんて言った？人工お休みって言って。人工衛星。もうバタバタ始まったから、いろいろと追いついてないな。今日はあの中秋の名月ということで、お月見ライブ配信なので、ちょっと月にちなんだ歌を2曲ほど。東京うなぎという歌です。うなぎが食べたい、うなぎが食べたい、死んでも食べたい、生まれ変わってももう一度食べたい、夜しか会えない、本当は会いたい、過ぎた髪を切りに行こう、そしてうなぎを食べよう、お酒は飲まんよ、タバコもやめるよ、忘れず花も買って帰るよ、愛していますと誰もが言い合う、言葉が虚しい、ああ怖い、死んでもいいとか月が綺麗とか少し黙ってろ、今度うなぎを食べに行こう、今度うなぎを食べに行こう、忘れられない東京うなぎ。楽しすぎるぜ一人ぼっち、歩いてみようか春の夜、一駅二駅どこまでも行けるね、陽気な歌を歌ってゆく、悲しい声で歌ってゆく、最後のバスにあなたが乗る、冷たい木枯らしピューと吹く、微笑みながらとは言わんけどさよならくらい言えよ、見えなくなるほど遠ざかる、僕のポケットの小銭がチンとなる、ポケットの小銭がチンとなる、愛していますと誰もが言い合う、言葉は虚しい、ああ怖い、死んでもいいとか月が綺麗とか少し黙ってろ、今度うなぎを食べに行こう、今度うなぎを食べに行こう、忘れられない東京うなぎ、タラッタ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 ラッタン。ありがとうございます。花の蜜
日夜の街、一人ぼっちで歩く月を背に、赤いのは女色、色は静かに選ぶ花遊び。月がでかいでかいでかい、こんなでっかいもんは見たことないな。不意に思い出すあの光、今頃どこで何をしてるかな。花持って逃げた女の子、幸せのようなもの捕まえて、笑ってあるいは黙って人知れず、涙を流すふるさとの川。月が丸い丸い丸い、こんな丸いもんは見たことないな。花の背丈も超えた頃、綺麗な化粧を持つ月弱み方。眩しい眩しい眩しい、こんな眩しいもんは見たことないな。愛は愛は見せびらかさない、本当の名前教えてあげない。花の道夜の街、一人ぼっちで歩く月を背に。東京うなぎと花街道という歌でした。というわけで、今夜の、ライブ配信はですね、阿佐ヶ谷ギャラリー白線より、今こちらで個展をしてます原陽太くんと一緒にお送りしております。原陽太くんです。原陽太です。よろしくお願いします。ありがとうございます。ですね、個展会場です。ここはこれが展示物で、この前で今工藤さんがギターを弾いています。うん、うん、ありがとうございます。呼んでいただいてガチガチ、ね、人前で話すこととかないやろうしね、全くないんですよね、本当に。なさそう。もう初顔出しですね。あ、そうなのか。多分そうですし、 SNS やらホームページとかでもこうプロフィールみたいなんで顔出してることないんだ。もうほぼないですね、多分ないと思います。こういうやつなのかっていう、まあ、そんな僕目当てで来てる人はいないけど、怖くて今日もうSNS とかも怖いし、なん、はあ、お呼びじゃねえよみたいになったらもう怖いんで、妹を呼んでます僕は。あ、妹妹を呼びました。妹がいることも話す、はい、うん、妹も呼びます、怖いから。でもコメントでさ、思ったより若い人だったってのあるよ。あ、そう、さっき話してたけど、僕のこと知ってる人がいるってことですね。あ、原くんの、そう、説明をざっくりすると、そうですね、今僕はツアーをやってるんですけど、うん、その今年出したニューミニアルバムのジャケットの、ワニの絵をですね、描いた作家さん、版画、絵本作家、絵本作家でお願いします。絵本作家でお願いします。イラストレーターとか画家とかなんか肩書きを選ぶなら絵本作家なんだ。絵本作家でお願いします。わかりました。絵本作家さんです。こちらにお会いします。原陽太さん。原陽太さん目当てで来ましたって人います。そんなうんうん、すごいですね。ありがたいですね。本当ですね。まあ多分知り合いですね、多分ね。で、最初は配信限定だったんだけど、ベルウッドの光人間ごっこっていうデジタルシングルをリリースした時の
そのベルウッドのジャケットの絵を使わせてもらったのが最初で、そうなんです。で今回またワニの絵使わせてもらってっていうんで、でその昨日今日からか今日からちょうどここで個展をするという、はい、今日からです。阿佐ヶ谷の、そう杉並区、東京都杉並区中央線阿佐ヶ谷駅のギャラリー白線というギャラリーです、うんうん、ですね。今日から10月の8日、うん、8までやってますね、毎日やってます、11時から、8時夜の8時ですね、はい、までやってますね。僕はもう大抵いますね。大体いますか。大体日曜とか、うん、そうですね、1日と2日はちょっといないかもっていうのがあります、うん、はい。まあ、あの今後ろにですね見えているのがその原くんの、出来たての新作絵本。そうなんです。和田まり杏に。和田まり杏に、はい、それの展示ってことなんですね。これの展示ですね。10月8日までだから10日間か。10日間やりますね、はいはい、すごいですね。その原画の絵本とその下には版木があります。木版画なんですね、僕。だから木版の木を、あ原くんうっかりさんだよね。よくやるよね。無事でした。無事だった、よかった。ちょっと丸くなってます、角が。本当だ。あー怖い、あー怖いよ、怖いな、怖い。そうですね、うん、和田まり杏にの、はい、和田まり杏に絵本、和田まり杏にとは一体どういった絵本なんでしょうか。はい、舞台は1860年代、金メッキ時代と言われたアメリカです。金メッキ時代、なんか多分金がめっちゃ取れるみたいになって、うんうん、アメリカの資本主義が超発展した時代ですね、うん、だからネイティブアメリカンの方とかとの戦いもその時期だし、おうおう、ガンマンとかの映画のあれとか西部劇も全部その時代っていう、うん、はいはい、なんか面白い時代 で、うん、でそこの時代に生まれた女の子が、うん、こうお化けから布団をかけられそうになるのから、うん、全速力で走って逃げるっていう絵本なんですね、これ。なるほど。あ、現物がここに本も持っています。和田まり杏にサンプル、和田まり杏にのサンプルです、うん、17ページあって、うん、これ18って言ってなかった、17なんだっけ。17ですね、はい、17かな、はい、あ、もうペラペラ見せるんですね。途中までしましょうか、これね。いや、ネタバレになるからね。怖いですよね。セリフとかは一切ないんですね。文字がない、文字は一切絵本で、絵だけの。一応過去の絵本も、1個売ってて、それは文字があります。なんで文字がない絵本も初めて作りました。ああ、そっか。そうなんですよ。あ、そうだね、うん、そっかそっか。なんかしっくりきましたね、すごい。ペンギンですかって言ってる人がいて、ペンギンじゃなかったってなって、まあ、ペンギンっていうことにしていただいても、ペンギンっていうことにします。しないでください。お化けかな、うん、あ、ワニの絵いい味出てましたとか、ベルウッドのジャケ好きですとかって、ベルウッドのジャケ言ってくださる方おられますね。ありがとうございます。俺も好きなんですよ、あれは。ワニもベルウッドも。ございます。ね、関西でも個展お願いしますっていう声がありますよ。あ、関西でも。そう、僕今大阪に住んでいるので、うんうん、そっちでできたらいいなと思ってますね。関西、大阪のあたりで、うん、そんな話もあったりしたりします。お、あ、そうなんだ、うん、だから内容一緒。いや、でもないか、ないみたいなもんですね。ないみたいな。今から頑張る。ふんわりふんわりやろっかなぐらいの。そうですね、はい、やりたいなっていう。なんかもしいい場所をご存知の方は。そうですね、教えてほしいですね。あの、電話してほしいです。うちで展示やりませんかっていう電話を僕は待ってますね。それはありますね。そうだな、うんうん、
というそんな原くんの個展をやっておりますので、ありがとうございます、ぜひ阿佐ヶ谷ギャラリー白泉へお越しいただけるとよろしくお願いします。そのちょっと一曲やりましょうかね、はい、原くんのその絵を使ったお歌を、あどうしようかな、どっちだろう、うん、こっちにしようかな。ミニアルバム楽しい一人というものを、作ったんですが、それがですね、ドラマ主題歌が主だったんですけど、ドラマ主題歌から、外れてボツになったお歌で、小さな友達という歌があるので、それをちょっとやってみます。一人分のご飯一人で食べる、日の当たらない土の中、息を潜めて楽しく生きる、死ぬのも怖いし生きている。生まれた場所に戻ったよ、孤独の中暗闇の底、一人ぼっちで楽しく生きてる、ところで今日は何曜日、どこからか呼ぶ声がする、見つけて欲しかったかくれんぼ、黒黒透けて手を入れ、出ないと目玉をほじくるぞ、小さな友達、あれはいつかの私、助けてほしいと泣いている、手を取って逃げなきゃ遠くまで、電動自転車またがって頑張りたいんだよ、本当だよ、言葉にならない声だった、ため息しみ込む土手の上、みんなで食べるお菓子を選ぶ小さな友達、あれはいつかの私、助けてほしいと泣いていた、うまくやれない私たち、頑張ったんです、本当なんです、生まれた場所を出て行けるかな、桜の季節光の中、忘れかけていた青い空、平気じゃないけど生きてゆく、小さな友達という歌でした。ちょっとももさん、それ撮ってもらっていい？あ、妹すまん。ももさんに言っちゃった、大丈夫？あ、僕の妹の名前ばらしましたね、今。ごめんなさい、原もも。原ももさんだ。原もも。これが、その小さな友達が入ってる CD なんですけれども、今映りますかね、あ、こっちのカメラですか、うん、この原くんの描いたワニのジャケットでですね、
裏にもこういうふうにこうワニの尻尾が、これはワニのこれを使った理由が、だからそのドラマの主題歌だったんだけど、その引きこもりのおっさんの、おっさんがなんかひょんなことをきっかけに社会とまた外に出て社会との関わりをこう取り戻していくみたいなストーリーで、でその時にこの手元に原くんのこの絵があって、あのそのなんていうかね、何の生き物かも、ワニっぽいけどワニなのかどうかも分かんないし、何の生き物かよく分かんないし、この表情も何考えてるのかよく分かんないような、なんかね、分かんないのがこうのそっと歩いてるっていうのがなんかすごいいいなと思って、それでこうジャケットに使わせていただいたんですよ。ありがとうございます。あ、こちらこそありがとう。なんか僕もこの絵描いたの結構前なんで、あんまり記憶の中にはなかったんですけど、はいはい、この絵を使わせてほしいって連絡をいただいて、その後ドラマをちょっと見たりとか、曲聴いたりとかしたら、めちゃくちゃしっくりくる、すごいいい采配で、采配だな、なんか使ってもらい方としてすごいいいなと思いました。だしこの絵自体は僕の中では報われなかったというか、完成しなかった絵本の表紙の絵なんですね。あ、そうね、そう、そう、ここにその現物があるんですけれども、人食いワニのジレンマっていうこれはその原くんがね、東京から大阪引っ越す時に、なんかもう自分のスケッチブックやらのドローイングを投げ売りしてたやん、最後の個展で。そうなんです。それの時にこれが人食いワニのジレンマっていうのがあって、なんだこりゃと思ってこう見たら、もうちょっと絵本にはまあなってるんね、一瞬途中までちょっと文字もあるし、ね、ぐしゃぐしゃってなってるし、で筋書きだけは書いてあるんですけど、途中から全部白紙だと思いますね。なんかね、もう点点点とかになってるよ。そう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 か、うん、で絵ももうほぼない。あ、これ途中でだから座礁したというか。そうですね、はん、うん、これドローイング投げ売りの、いくら1000円とか500円とかで売ってたんだっけ。1000円だかな、1000円ですね。でこう買って手元に持っとこうと思ってね、これがまさかジャケットになるとはね。本当ですねならない、思わないだな。いっぱいあるん、こういうネタ、その形にならなかったネタたち。めちゃくちゃありますね、形にならなかったネタ。やっぱお話として面白くても、うん、絵が思いつかないとか、その逆もしかりで、絵は思いついててもお話として面白くないんだろうなっていう。だからもうそれをこう何個もある部分をこう組み合わせて一個できる感じかなって思いますね。今回和田マリアンに一切お話というか、その文字がないのはなんでそうした？なんか、今までは文字あったけど、今まで作ったんですけど、どんどんこうなるべく絵本なんで漢字を使わないし、簡単な言い回し、分かりやすい言い回しで、はいはい、かつこう文章の数をこうなるべく文字数を少なく、でも内容は濃密にするっていうのが、言葉をの一番こういいものができるんじゃないかっていうこと、そういう努力をしていくはいはいはい、のをずっとやってて、うんうん、もう今回それ極まれり、あんまりにも小さくしすぎてもうないっていう、うん、ことなんですね。これ、ああなるほどね、なくなったんですね、ついにもうゼロっていう、はいはい、なんかその話を聞きながら自分に当てはめて、自分のその曲と詩の関係性かなっていうのを思ったんだけど、その詩はいいけど曲が良くないとか、曲はいいけど詩が思いつかないとかっていうモチーフいっぱいあったりして、で形にならないものがたくさんあるんだけど、あのそれで結局もうこれはもう詩がなくて良いな、インストだけでギターのメロディーやら音色、音色だけで説得力があるはずだってこう出したりすることもあるというか、インストで一回何個かやったりとか、そう YouTube にも上げてます。うんうん、ああいう感じなんですね。そういう
そういう気持ちがあったんですね、当人の中では。あるかもしれないですね。そこを削ぎ落としてより濃密なものになったはずだっていう。うん、でもなんだかんだ言って僕のは、うんうん、もう今考えることが、物語のことと絵のことだけで住んでるんで、うん、一つの机で住むけど、うん、僕がもう頭として分かんないのは、音楽を作ってる工藤さんとかで、はい、うん、なんかそのリズムが思いつくのと、今言ってた、曲が先にできるのと詩が先にできるのってこう毎回順番違ったりするんですね。基本的には詩が先とか。基本的には曲が先かな。じゃあ言葉なしのメロディーみたいなのと、うんうん、ギターだけ決まっててみたいな、うんうんうん、なのが何個かストックみたいなのあるってことなんですかね。ギターのね、そうストックというかモチーフみたいなのはめっちゃある。めっちゃあって、詞もなんかもうストック、3分的なストックならいっぱいあって、それがこう あったり合わなかったりする感じかな。曲の中で 2,3 個使ったりってありますね、アイデアを、うんうん、これももうその西部劇っていう人ネタと、うん、あと女の人がダッシュっていうメモが、うん、携帯の iPhone のメモなんですけど、あのスタイルいい女の人、うん、ダッシュっていうのが1個あって、うん、あと1860年アメリカ暑いとかそういうメモなんだ。そうなんですよ。それあこれってそういうことだったなとか思ったり、あと布団かけてるお化けの絵とかが最初に出たりとか、うんうん、あともう最後全員なんか動物たちが、動物なんてこう写真撮影みたいに一列で同じ方向見るなんてことがすごい違和感のある状況だから、それが実現してるって異常的で面白いなって、うんうん、あ最後のページのなんかちょっとゾッとしちゃうというか、なんか怖さあるのってそういうことなんだ。そうだと思います。現実ではありえないもんね。ありえないですね、動物があんな風にみんな集合写真みたいに、こっちを集合写真みたいになって背の順とかやって、お前キリン背高いから後ろ並んでとか手前にリスとか読んだりみたいな、そんな都合いいことってやっぱできないんですよね。そうね、それは絵本で書けることだし、うんうん、そう最後のページに行き着いた時にちょっとゾッとしちゃったんだよね、最初見た時に。ちょっとホラーエンド、ホラーエンドなのかな。そうですね、わーってなるけど、あれはそういうことだったんだな。の感じてもらえたならすごい嬉しいですね。あ、狙い通りで、狙い通りですねどういうこっちゃい。そうですね、という話などを、あ、もう見せるんですね、最後のページを。あ、テロさんが写してるよ。見せてください。超怖いです。あれ下の絵はね、ボツになったやつよね。そうなんです。あ、っていい話やって言っていいのかな。いいです、いいです。ラストはやっぱり、うん、納得いかないと彫り直したりとかってありますね。だから、こう一個作って、いやこれじゃダメだなと思ってもう一個作って、うん、いやこれでもダメだなと思って最初のやつに戻したっていうのが今です。あ、あれは最初のやつに戻したんだ。そうなんだ、結局こう無駄彫りしたんですけど、でもそれも絵として可愛いから飾ってますね今可愛いから、うん、と自分に優しいです自分に優しいね、可愛いね優しいですね。さっきその原くんとこれ始める前に話してる時に、まあリクエストというほどではないけれども、なんかあれ、あれ、うんね、好きって言ってくれたので。そう、工藤さんの曲でなんかもうしょっちゅう聴くし、これいいなってしみじみなるのがあります。そうなんですね、これなんですね。これなんです。ライブであんまりやることもないから。あー、そうかもしれないですね、うん、不安なんだよ。すいません
た春の日曜日を、何もない週末を、妹は宿題を、開けっぱなした窓、愉快なピアノ、風に乗って誰か歌うのが聞こえた。テレビをつけたら綺麗な空を、ミサイルが飛んでた。とても晴れた日だった。今のうちにちょっとお茶でも入れようか、少し歩こうよ、なんか食べに行こうぜ。戦争になったら全部燃えちゃうんかな、ハンバーグとかも食べられんなるんかな。辛くはないよ、不安もないよ、大丈夫、ただ少し悲しくなっただけだ。嘘だったらいいな、コンビニの駐車場で友達が笑った、僕はアイスを食ってた。忘れられたバンド、悲しいトランペット、遠い空が焼けてゆくのを一人で見ていた。神様に会いに行こうぜ、魚釣りに行こうぜ、エロい話しようぜ、くだらない悩みも楽しかったな。退屈も孤独も恋も貧乏も、奪われて泣いた、壊されて泣いた、戻れなくなった、でも大切だった。初めから何もなかったんかな、どうしてこんなに忘れられないのに。戦争になったら全部燃えちゃうんかな、ハンバーグとかも食べられんなるんかな。辛くはないよ、不安もないよ、大丈夫、ただ少し悲しくなっただけだ。嘘だったらいいな、コンビニの駐車場で友達が言ったことを考えてた。忘れられたバンド、悲しいトランペット、遠い空が焼けてゆくのを一人で見ていた。忘れられたバンドという歌でした。ありがとうございます。いえいえ。嬉しいな、聞けて。ということで、原くんのお話や紹介などをしてしました。はい、しましたが、何か話しそびれていることなどあったりしますか。さっきあれ話そうこれ話そうみたいになって結局全部飛んでますね今ね。なんですかね。工藤さんと、はい、に親近感を僕が持ってるっていう話だな。はいはい、親近感。そう、うん、この人は信頼できる、なぜなら、うん、あのライブ前とかに工藤さん、うんうん、僕物販とか工藤さんのライブで、うんうん、あの手伝わせてもらったりすることが結構あるんですよ。それで、うん、あの5分前とか10分前とか、うん、もう30分ぐらい前から下手したらもうなんか、うん、痙攣してるんじゃないかってピクピクピクってなってて、それでもうあーとか言ってで、なんか万年筆となんか A4 のコピー用紙みたいなの持って、ああ違うかな、うん、あ怖い、うん、アンコールなかったらどうしよう、今から考えとくの、ああみたいになってて、あ俺この人信用できる人だなって思います。本当に杞憂民っていう言葉があります。杞憂をすごいする人、はいはいはい、そのそんなに考えなくていい心配事を、うんうん、
の直前とかに言っちゃう、それは僕もあって、はいはい、不動産の方が重症だから僕はまだ平気だなっていう。ライブ前俺痙攣してる。さすがに嘘かな。いやしてると思うな。あでもそうね、ライブ前、ライブ前ってすごい髪の毛ぐちゃぐちゃになってる。もう かきむしってヘアセットとかのあれじゃないですよね。もう無理だと思うわ。無理だ。頭かいちゃうから。そうね、うん、叫んだりしてるね。確かに叫んだりしてますね、うん、そうそうそう。でも、うん、すごいのがもうなんかもう全然余裕でしたみたいな感じでギター持って入ってくるんですよ、うん、ゆっくり入ってきて腕こう持って工藤裕次郎ですとか言ってなさっきも誰だったんだろうあれっていう、もうパッて切り替わるのかなと思いますね。ああそうか、切り替えてんのかなってると思いますよ。この間はそうだね、あのちょうど大阪ツアー回ったので、うん、梅田で物販手伝ってくれてね。手伝いました。あの時もそうでしたね。あの時も、うん、そう。そう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 。ラテラルのね、あの楽屋で叫んだりしてた。そうなんだ。うん。で、あそこ楽屋がね、なんかちょっとこう、うん、窓とかがないからすごい閉塞感があって、うんうんうん、辛いからちょっと外に出たりとかして。なるほど。うん。それでもうライブのその6時半だっつって、うん、で10分経っても、うん、そうだから6時40分になっても6時50分になっても迎えが来ない、これは俺が行けってことなのかって。もうその20分あの楽屋で待ってる工藤さんもやっぱおかしいですし、うん、実際の開演時間はこれ7時なんですよ。はいはいはい。なんかもうすごい大変そうだなと思います。大変大変だよ毎回。毎回ねライブ前の1週間だいたいその寝つき悪くなるし寝れなくなるし、なんかもうずっと吐きそうになってたりするし、もう白髪とか抜け毛とかすごい増えるし。僕も展示あと1週間ぐらいでもう寝れないんですよって大阪のその勤め先で言ってたら、社長みたいな人がじゃあ辞めればいいんちゃうん言われて、あ確かにそうだなと思って、やめればいい、うん、やめれば寝れるなとも思いますよね。でもそうだね、やめれば寝れるね、本当だね。やめれば寝れますね、我々そうだね。我々そうだね。一緒に比べるのもあれ。あやめれば寝れる。やめれば寝れるわ。そういうこっちゃねえんだよ。そういうこっちゃないか。そういうこっちゃねえんだよ。大阪の話が出たから、そうツアーのこととかちょっと振り返ろうと思ってたんだけど、そう9月編が終わって、ね、福岡新潟名古屋清志工人大阪仙台終わってですね、大阪で原くん、はい、ファンレターってもらったことがあるかい？いやないですね。はっはっは。俺はあるぜ。そうだ言ってましたね、ファンレターさっきくれた子だよねって言ってましたね。あの CD さらに買いに来てましたね。あそうそうそう、あの物販だけちょっと話した。そういいな、まあ、ファンレターをもらうことっていうのがまあたまにあるんですよ。僕欲しくて絵本の後ろに住所書いてるんですよ。電話番号も書いてますし、でもらったことないんです。不動産住所も明かしてないのにずるいなと思いますね。どんな内容、ね、絵本作家はね、うん、ライブみたいな場がないもんね。ないですね、うん、展示だから、うん、そうこういうとこで、うん、こういうとこで。だから俺もライブ会場かその、あの通販とかの住所は送り先が、うんうん、なんだっけ、なんだい、発送元の住所載ってて、発送元がここの住所なんだよ。あここに届いたことも一回ありましたね。あるね。だからそう手紙をもらって、まあ、それが嬉しいっていう話をしようと思ったんだけど。取っといてるんですか？取っといてる、取っといてる。取っといてます。その裕次郎は安心してください。ありがとうございます。ファンレターをくださる方々。大阪でいただいたファンレターで、この結構ね、あの俺もその人のことを知らないし、その人も俺と別に友達ではないからさ、知らないわけだけど、だからまあその好きな
この曲が好きですとかこの歌詞が好きですみたいなのが書いてくれてたりとか、そのどんな経緯で知ったかみたいなの書いてくれたりとかっていう、その自然とその人の自分語りみたいになるというか、こういう経緯で知ってその時私はこういう状況だったんですけどこの歌がうんぬんみたいなのを、その俺多分人の自分語り好きなんだなと思って、あそんなことがこの人の中であったんだみたいな、その人、うん、そのライブ会場とかでその渡されたらその人のもう顔見なりぐらいしか分かんないけど、そこからその人のその奥にあったものがこう想像できるというか、いうものでね、最高ですね。なんかそういうの好きなんだろうなって思いました。でその時に、まあ、この歌が好きだと言ってたのでそれをちょっとやってみます。いいもの天ぷらテーブルに乗せる、手を合わせる夕暮れに心は漂う、悲しいのは当たり前だってそういう街だから、列車は川を越えてゆく、ショーがないよ終わったことはもう花も泣いてる、しずくは心歪んでゆく夕暮れに、もうダメだと僕が笑うんだ、目合ったねと君は笑い返してくれた、あの夏の花はいつまで咲き続く、ああよかったこれでもう何もいらない、おいしいものはいいね、いいもの天ぷらテーブルにのせる、手を合わせる夕暮れに心漂う夕暮れに、美味しい季節ですね。10月もツアーは続くんですけれども、その画像が出たりとかっていうのは、はいはい、今日はある出ますか。すごいツアーっすよね、10月からの。聞きましたけど、はあ、北は北海道、南は沖縄ってやつですか。そうだね、落語みたいだな。まさにそう。あ、そうそう、10月編、次の遠征は高松ですね。10月13日の金曜日、ですね。あ、怖い、あ、怖い、怖い。高松で、高松のメロバー、香川県高松のメロバーというところでやりますね、はい、でその後は、沖縄 2days と、あ、沖縄 3days と、その前に宮古島が、あ、そうそう、あ、俺は宮古島を沖縄と言ってた。宮古島って宮古島、鹿児島県、ね、沖縄県、沖縄県のもうもっと東の台湾、台湾の方が近いんじゃないかぐらいの、あ、もう相当離れて離島ですね。宮古島那覇、那覇だから、宮古島那覇、那覇3days ですね。いいなぁ、宮古島が初めてその、クラブイベントとかやってる場所らしくってさ、22時にオープンして DJ がブイブイ言わせて、俺24時超えてから出番なんよ、ライブもう初めて、なんかそういうのワクワクしちゃうよ ね、 ね、悪いことしてるみたいな気持ちになってよくあるらしいっすよ、その
クラブ界隈ではもうてっぺん越えてゲストライブみたいな。で工藤裕次郎、そうそうワクワクしちゃうわ。ワクワクしちゃうね。ね、何やるんだろうね。何やりましょうね。そういう、あ、これフライヤーにも原くんのね、このワニ、人食いワニが使われてますね。でその翌週が北海道 3days、 ニセコ苫小牧、ニセコ札幌苫小牧ですね。ニセコ、これがですね、さつまいもカラーなんですよ。本当だ。あ、10月だからだ。そうそう、さつまいもの時期だから、芋の、あ、芋の天ぷらの絵文字を使ってくれてる人がいるよ、コメントで。芋の天ぷらのそんなピンポイントな、ね、これ分かってくれるかなみんなって思いながら。すごいな、さつまいもカラーのフライヤーです。悲しい歌スタンプですね。どういうことだ。というツアーの案内でした。まあ、他にも、そのツアーではないライブも10月はいろいろあったりするので、うん、東京でも、次はあれか、10月5日下北沢3であるとか、10月8日はグゾクムズのイベント出たりとか、 あと映画館でやったりとかあるので、ホームページを見ていただければと思います。11月以降もね、いろいろ、ね、11月以降もいろいろと面白そうなのがありますね。ありますよ、江ノ島、江ノ島サンセットライブね、あれ楽しそうですね。それすごいですね。いいですね。夕方3時ぐらいからやって、そうそうそう、ちょうどサンセット、いいぐらいでサンセット、ちょうどいいぐらいでサンセット、野外、ね、屋内なんだけど、でも180度オーシャンビューみたいな場所らしいよ。じゃあ雨降ってもいいんですね。雨降っても大丈夫。あ、そうね、うん、もう天気、あとは天気だけだ。ないけどっていう、なるほど、あれは楽しみですね。すごいですね。というチケットとかはもう各会場に問い合わせればいいんですか。そうっすね、俺が把握しきれてないもんで、うん、ホームページに、ホームページのライブ情報に詳しいことは載ってます。チェックですね。はい。でだから俺の本当はね、ツアーあそこはどうだった、あそこはどうだったみたいな話しようと思ったんだけども、あっという間に1時間経っちゃいますね、こりゃ。あ、10分遅れぐらいで話始めたか。あ、まだ大丈夫。まだ大丈夫。まだ大丈夫。前半振り返って。ツアー前半を振り返って。うん、ね、大阪、ありがとうね、梅田、来てくれて。ありがとうございます。物販やってくれてありがとうね。本当に楽しかったですね。ね。その前ってどこにいたんですか。その前は清志工人、宝塚、兵庫県宝塚市。清志工人だ、一回行ったことありますね。あ、そうだ、そうですね、春の時来てくれた、うん、あれも、うん、そこはもうすごいアットホームすぎる。アットホームだったね。めちゃくちゃみんな楽しそうな会場ね。あれびっくりするのがさ、ゴーゴー魚釣りとかやったら、名古屋とかもそうだったんだけど、はい、合唱になったんだよ。もうみんな歌えるんですね。みんな歌えるんだなと思って。歌えるし、歌う勇気もダブルであるっていう、その、うん、歌う勇気がもう、うん、むしろないと思いますよ、みんな歌えたとて。それがあるっていうのが清志工事にすごい。名古屋もそうなんだろうし、うん、歌う勇気がある、もうすごいですね。朝焼けとかチャンボーオイとかがもう合唱に なっててさ、すごい完璧すげえやって。やっぱりオーディエンスって土地柄で違うの。土地柄なんか昔は違うと思ってた、うん、けどそれで言うと名古屋がおとなしい土地柄っていう印象があったんですけど、今年2回名古屋行ったんですけど、どっちもおとなしくなかったから。あれ土地柄ってよりやっぱもうその時々の人の、うん、うん、名古屋で何かあった可能性もありますしね。そのその分かんないですけど、名古屋でもう何かその何かあったから、その都市からはもうすごいみんな盛り上がる、こう血気盛んな民族に、なんだろうな、満月を見ちゃったのかもしれないし、みんなそういうこう都市のその名古屋民族のあれがあるかもしれない、わかんないしね、本当にもうわかんないけどね。それはわかんないけどね。原くんのこういうところですよ、うん、こういうところね、僕の好きなのは、これは僕の好きな原くんが今出てますね。嬉しいな。
仙台も楽しかったし、へうん、ツアーって楽しそうだな。小倉福岡も楽しかったし、福岡でね一泊、そうそう一泊余計にとって、福岡家族で行ったからさ。あ、そうなんですか。友達に行ったこともあったりして、のこの島っていうちょっと離島、あの離島、離島ってほど、まあ離島船で10分ぐらいなんだけど、あーでもいいですね。ね、続きじゃないんだ、陸でね、うんうん、行って美味しかったですか。ご飯美味しいって聞きますね、福岡。福岡は、うん、福岡は、あでも俺福岡、美味しいって美味しい美味しい美味しいはずなんだけど、なんかツアーの時でバタバタしてるからさ、そっか、もうささっとうどんで済ますばっかりが多くて、あグルメ堪能してないのが、あでも堪能してるわ。スケさんもウエストも行ったし、どっちも好きだから、あどっちもうどんやね。そっか、うん、でもそっか、僕さっき自分で言ったけど、もうライブ前痙攣しちゃうような工藤さん、やっぱライブ前にどんなグルメ食べても味しないんですよね、うん、あねライブ前は食べない。あ、食べない。食べたら吐いちゃう。あ本当に、あのチキン1個食べるっていう儀式はあるんだけど、とビールですね、うん、うんうん、でもあれはもう儀式のためであって、なるほど、験担ぎみたいなもんで、僕もご飯は食べない。あの展示前に刈り上げるっていう、あ験担ぎ、そうですね。もう今回も行いましたし、今後も行って刈り上げました。顔剃りもやってもらって2000円だから安かったなと思って。あるんだね、そういうのが、はい。みんなあると思いますね、これ。はいはい。というぐらいですか。あ、名古屋7月9月行きましたっていう人いますね。サンセット応募してくれた、ありがとうございます。名古屋楽しかったな。名古屋で、あのライブ昼に入ってリハをやってて、リハをやる前かにちょっと早起きしてたし、前日寝不足だったのもあって、ちょっと仮眠を取ろうと思って、ライブ会場の隣の隣にマンボウっていうネットカフェがあったり、あここで仮眠を取ろうと思って、それに入ったら、ウィーンって入った瞬間に後ろから呼び止められて、中にあの2人組が追いかけてきて、工藤さん工藤さん、ファンです、ファンだ、このライブ楽しみにしてますって言われて、ネットカフェに入るとこってなんかちょっと恥ずかしいって言うな、それ、はい、もし僕だったらって思ったん、思いながら話聞いてたんで、うん、オチが今分かりました。もう恥ずかしいと思うだろうな、ネットカフェ普通の人だとは思わないけど、キユー民族としてネットカフェはもう呼び止められ、もう僕は呼び止められたりはしないけど、誰にもバレないべきで、あれ普通にお腹空いて、うん、工藤さんがこっそりコンビニ行ってるところに僕ばったり立ち会った時も、うん、本当にもう、あ見られた、あとか言って、うん、なんかあの口封じのためにアイスとかおごってくれたりとかっていうこともありましたね、大阪で。あったっけ。ありましたよ。あと、そう、あの原くんの今日妹がおるって言ったけど、うん、俺ブックオフに大量の CD とか本を持ち込んだ時にあの妹がブックオフでバイトしてるなんて知らないからさ、ね、持ってっちゃって、あれも恥ずかしかったな、そういえば。しかも、もっと恥ずかしいこと言われてるの工藤さん覚えてないですか。あ、分かんない。あのうちの妹も性格悪いんですけど、うん、工藤さんがその回答とか全部終わった後で、うん、あのご自分のグッズ着られるんですねって言って、ゴーゴー魚釣り T シャツパーカーの中に着てるのを妹がそれ言って、はぁって言ってパーカーのチャックを上げたんです、工藤さん。それ面白おかしく、あのうちの食卓で話してましたから、うちの妹。いい性格してんね。本当に似てるんです。俺その時そうだ、魚釣り T シャツ着てたんだ。そうわ恥ずかしい。いいからね、作りがいいから、しょうがない。300日の悲しみ忘れ、ツイートたらす恐竜の時代から、この世で一番大切なものは魚釣り。入道雲と空の稜線、無口な日差しと山鳩の声、ゴーゴー魚釣り大漁を願って、
何でもない一日の始まりに歯を磨く朝焼けつま先鳴らして靴を履くゴーゴー魚釣りごきげんよう山よ人よ町よ湖面に弾かれた光よコーヒーを入れてくれ熱くて目が覚めるやつを友達もみんな早起きしたみたいを結びがよく似合うチャンボをイヤー蝶の貝の長靴を履いてきたやつもいる雲が流れる草木は揺れ楽しそうに魚も跳ねているよのんびりやろうか鼻歌口ずさみながら300日の悲しみ忘れ釣りと垂らす恐竜の時代からこの世で一番大切なものは魚釣り入道雲と空の稜線無口な日差しと山端の声ゴーゴー魚釣り大漁を願っての悲しみ忘れ釣りと垂らす恐竜の時代からこの世で一番大切なものは魚釣りあてどうもないけどつくつく棒を引きまぐれな通りは目を見送ったらゴーゴー魚釣り大漁を願ってゴーゴー魚釣り大漁を願ってちょっとこれをさちょっとプーって鳴らしてみてくれる？なんだろう、プーって鳴らしてみてくれる？おゴーゴー魚釣り大漁を願っていくぞが原陽太くんでした。ありがとう、ゴーゴー魚釣りでした。いやーうーんあーこれいいですね、これ僕買おうかな、これあー本当にということでありがとうございました。ありがとうございます。最後に、はい、すいません、はいはい、このライブ配信をしてる間に実は裏方の僕のギャラリー主の方が、うん、オンラインショップで、うん、この和田マリアンにアメリカの話、買えるようになりました。あ、オンラインショップで、うん、お、すごい、うん、すごい、すごいです、すごい、もうスパイみたいなことしてるんだ。カメラと音響の操作しつつしつつちょいちょい口を挟みながらオンラインショップの設定をしていたと。そう、僕らの話も聞きながらオンラインショップを、はい、発売しておきました。発売しておきました。ありがとうございます。仕事ができすぎる人だな。今リンクをチャットに貼って後で概要欄にも載せておきます。ありがとうございます。チャットのリンクからなんと絵本が買えます。送料はおまけで負けます。すご、定価で買えます。ここで買う値段で送料なしで買えます。そしておまけもつけます。ちっちゃいハンコで。へえ、おまけつくんですか？明日から消しゴムハンコ僕好きで、それの延長線で今木版もやってるんですけど、うんうん、ここで公開制作というか、まあ材料をしながらハンコを掘り掘りして出来上がったのを、もうレシートみたいなちっちゃい紙に押してプレゼントですね。だからお金は取らないし、でも別にそのなんかこうこの作品絶対作りますとかがないんで、多分今このレオ通販で買ってくれた人につくおまけも脈絡はないんですけど、全く僕がやりたいものを掘るんで明日からなんですけどね、うんうん、それが多分つきます。そういうことを向こう9日間やっていこうと、やっていこうと思いました今日、はい、
そうですね、ベルウッドの絵はその絵本ですね、うん、そう、ベルウッドの最初に話したんですけど、ベルウッドの光人間ごっこの、ジャケットに使わせてもらった絵はこの君の話っていう、これも原くんの高校時代に作った絵本なんよね。高校時代、これさ、ほどけちゃってさ、これ後でまた、あ、後で縫いますよ。 あ、うん、ありがとう。これ私物なんですが、いつでも縫えます。これを最初に買ったのがもう僕が原くんを好きになったきっかけなんですが君の話、ありがとうございます。これはそう、販売してないんですけど、彼はここにいる人、そうです、ユニークでおしゃれな人。もうこの2ページだけでも俺はもうぐっと掴まれちゃってさそうですか、もう、うん、全ページ読書家で、スポーツも得意って、もうね、この人がもういろんなポーズをしてくれてるんですけどこれのね、絵本の一番最初に作った絵本です。これ一番最初のやつなんだ。そうですね、1ページにどうもありがとうっていうのがあってね、ラストですね、これね、ラストページ、そう、これがすごい好きで、これをちょっとジャケットに使わせてくれって言ったのが最初のあれでしたね。ありがとうございます。ありがとうございます、こちらこそ。そうですね、ベルウッドの光人間ごっこのあれか、バンじゃなくて、あの、なんていうんですかね、デジタルリリースの、デジタルリリースのやつで使わせてもらって、僕はもう知り合いという知り合いに自慢をしました。僕の絵が今アップルミュージックで見えるんだけど、で今度はもう本物のバンで見れるんで、ああ、ワニが、ワニがね、ワニが見れるようになったんだね。実物の CD で、中の CD もワニ入ってますしね、うん、開けて、あ、これ、うん、開けてないけど、そうそうそう、もう自慢しまくりデイズです、うん、しまくりデイズですか、しまくりデイズです。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。というわけで、そんな原くんの展示が、10月の8日、8日まで、日曜日まで、日曜日まで、はい、続きますので、ぜひこちら阿佐ヶ谷ギャラリー白線お越しくださいね。ありがとうございます。じゃあベルウッドの光をちょっと、ウッドの光、星は瞬き、暗い夜照らす遠く輝く、30万キロ離れていても1秒そこらで人は飛び、ベルウッドの光、ピアノのメロディ、お前は微笑む名画のように、答えを聞いてもわからない超難問のひらめき、ボンボヤージュブギー、遠い旅立ち、暗い夜空にベツレヘムの星、踊り方なら体が知ってる、寂しくならないようにボンボヤージュブギー、熱いコーヒーグイッと飲み、星踊り出すぜブギー、夜は水色別れのブルー、祈るように見てる、旅立ちは向かい風か、船原へ船を出したら、もう夜も明けるはず、さあずんと酔うよ、順風満帆、痛みも雪解けの春に輝いて消えた、もう怖くはないはずさ、万事順調、ティンティン回線、ポンポヤジュブギ、愉快なメロディー、小さく口ずさむ陽気なサビ、恋は水色最後のダンス、軽快にステップ踏んで春のリズムで、ランダラララララン、ランダラララララン、ランダラララララララン、30万キロ離れていてもここから見えるかな、ベルウッドの光、どうか行かないで、お前がいなきゃ始まらないんだよ、答えを聞いてもわからない、卒業のピアノ
ありがとうございました。どうもありがとうございました。工藤雄二郎でした。そして原陽太くんでした。ありがとうございました。じゃあ大丈夫ですか、忘れてることはないですか。あ、絵本ちょっと高いんですけど全部木版画で刷ったやつなんで、あの実は妥当なんです知ってるし製法も自分でやってる、ね、製法も自分でやってるんです。だからまあちょっと特殊なんですけど、あの購入サイトの概要には書いておくんですが、うん、あのこういうので飾ってあるやつと一緒な木版ですって、全部それで乾かしてるんで、まあまあな値段になっちゃってすみません。でもあの物としてすごく多分貴重な感じです。うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。悲しみ眺め漂う宇宙飛行士猫猫、今頃夜のどのあたり、ふらふら人工衛星お休み。すんやりすややかに、おやすみ人工衛星おやすみ、おやすみ人工衛星おやすみ。ありがとうございました。それではおやすみなさい。あ、引き続き今日は中秋の名月ですので、あの月を見て良い夜をお過ごしください。ありがとうございました。工藤雄二郎と原陽太でした。原陽太でした。工藤雄二郎とおやすみなさい、はい、おやすみなさい